皆さんと音楽や歌を通して触れ合える、そんな日常に早く戻りますように祈る毎日ですが、少しずつ明るいニュースも耳に入ってくるようになりましたね。その一つがいよいよプロ野球の開幕です。僕の恩師平尾正明先生は大のジャイアンツファンでした、ね、ご存知の方も多いかと思うんですが、原監督にはですね、若き日の原さんに「どこまでも愛」というね、とってもいい曲を書いてますし、アルバムのプロデュースもしておりました。今年は戦後75年の年です。戦後の日本を勇気づけ、希望を与えてくれたのも歌でした。そんな大先輩方の歌を我々が歌い継ぐ、そんな機会を与えてくれるのも日本歌手協会です。僕田川宏之は昭和26年はいだ勝彦さんが歌った「野球小僧」をお送りします。歌謡祭に出演の皆さんのサインボールを投げて大いに盛り上がりました。野球小僧、野球小僧にあったかい男らしくて純情で、燃える憧れスタンドでじっと見てたよ背番号、僕のようだね君のよう、オーイボーイ、ほがらかなほがらかな野球小僧、さあ野球小僧出てこい、皆さんに野球ボールプレゼント。野球小僧は腕自慢、すごいピッチャーでバッターで、町の空き地じゃ売れた顔、運が良ければルーキーに、僕のそうだね君のよう、 Oh my boy、 ほがらかなほがらかな野球こそ、イエーイ。皆さんいつも明るく元気に前向きに笑顔年中無休、あずさゆうこです。お元気ですか？私ふるさと愛知県ですが、今日は自粛宣言も解除になったということで歌手協会事務局に参りました。もう皆さん見てください、もう歴代大先輩がずらっと並んでおります。この歌手協会では私、懐かしい曲、そしてオリジナル曲を歌謡フェスティバル、歌謡祭でいっぱい歌わせていただいて勉強しております。悲しい戦後の後に明るく希望の未来の歌、戦後を励ましてくださった大先輩たちの曲、私たちはその名曲を、希望の曲を歌い紡いでいくのが義務だと思っています。特需ケーキの中で歌われたとんこ節、花焼き糸井記者中の踊りとともに、あずさゆうこさん、あなたのかかる、さんざ遊んで転がして、あとであっさりつぶす気がねえ、どんかどんか、白と三つ葉でほうれん草、税金に嫁などちょいとくどかれて、私は畑の芋娘、首「おとんか」「上もゆくゆく下もゆく」「上もなくなく下でもなくよ」「君は小生僕はバス」「つらい別れのがどうしたねえ」「とんことんこ」「こうして」惚れたあたしが悪いのか、迷わ皆さんこんにちは、綾瀬ひとみです。私たち歌い手もね、このようにお手上げ状態、お客様の前で歌うことができません。ですから私はうちでお料理をしながら、鼻歌を歌ったり、あとは本を読んだり、ストレッチをしたり、あとは使わないものをね断捨離したりという時間の過ごし方をしています。こんな時だからこそ、それぞれがそれぞれの気持ちを心折れることなく、必ずまたいい時間が復活するんだと信じて頑張ってまいりましょう。私も頑張ります。歌手協会の歌謡祭で歌っております私の映像をご覧ください。今をなお歌われるエキゾチックなカスバの女が生まれたのは昭和30年のこと。歌ったのは江戸国枝さんでした。今日はムードたっぷりこの人の歌声で、綾瀬ひとみさんです。涙じゃないのよ、弱気な雨にちょっぴりこの頬を濡らしただけさ、心地の果てアルジェリア、どうせかすばの夜に咲くスカワの女の石「歌ってあげましょう、私でよけりゃ」「セールの黄昏」まぶたの都、花間の家、シャンゼリゼ、赤い風車のほんのりこの今さら帰らない実の上を皆さんお元気ですか？黒川真一郎です。新型コロナウイルスが流行して、歌手協会の春と夏のイベントが中止になりました。たくさんの皆さんにお会いできると思っていたので、とても残念です。外出自粛中は改めて僕のいただいた作品を聴き直すことができました。一曲一曲思い出があります。こんないい曲もいただいてたんだと、改めてたくさんの皆さんの前で歌いたい、そんな気持ちが募ってまいりました。緊急事態宣言は解除されましたが、これから2波3波が来ると言われています。まだまだ油断はできません。それでは僕の大好きな先輩です。以前歌手協会の歌謡祭で歌わせていただきました春日八郎さんの「あん時は土砂降り」を聴いてください。あん時は土砂降り、雨の中胸を弾ませ濡れて待ってた街の角、ああ初恋っていうやつは素晴らしいもんさ、遠いしみじみ思い出してる雨の中、雨の中離れられずに濡れて歩いたどこまでも別れるっていうやつは足らないもんさ一人しみじみ思い出してる雨の中それでは次の方にバトンをお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。